GM チャンネル。うん、買った石の守り。よし、じゃあ、あれだね。レシピ。あ、持ち物で入ってるか。そうですね、さっきしまっちゃったやつですね。これね。これです。で、あと石垣とかを作ってもらいたいですね。そうだね。まあ、その辺にバーってなって。ここら辺かな？そこでもう。まあ、もしやってない人がいたらあれですけど、あんまり意味ないんですよ。結果的に肉打線で殴った方が早いんすよ。そうだね。なんで適当な位置で作っちゃっても別に問題ないんですよね、これ。オッケー。あ、サリーさん、三角伸ばしていきますよ。下に一段降りて。そうだった。これも時間ロスになりますね。そうだった、そうだった。2個ずつの方ね。そうです。すごいな、早いな、早いな。もう仕方してていいスコースと思う。オッケー。ピリンとかが、ピリンじゃねえや、ケッパーとか助けに来てくれるんで。そうだね。で、これも結構要塞とか固めちゃうと、うん、結局そのケッパーたちが助けに来てくれなかったりとかするんで。あー、そっか。そうだね、なかなか出られなかったりするとね。そうですね。さあ、じゃあトゲ罠と、あと石垣のボールを作ってあげれば。うん。で、なんだったらその石垣を破壊して、うん、3つ、その今あここ、ね、ちょっとちらっと見えてる。そこじゃない、それ床です。あはは、これ？それじゃなくて、その左の、それはもうその輪にしといても別にいいんで、うん、そこの、今ちょうど奥に、もう一個奥の、そこの、うん、それを3つ破壊してれば、ね、3つでボールが作れるんで、うん、3つからボールが作れるようになります。これで15個あれば、ウォールが合計何個か作れるはずなんで、もう大丈夫です、そしたら。うん、分かった。よし。で、金床ですな。ですね。で、それ10個作って。石垣積みの壁ね。いや、石垣の方を先に作って。あー！で、これで15個になるんで、1個に3個使うんで、で、これ3個10、僕作ってもらって、そうですね。はい。もう一個ね。いや、もう作れるだけ作っちゃったらいいんですよ、うん、石垣は。なんとー。そうですね、これで計25個。これだけあれば作れるんで。OK、あとトゲ罠。トゲ罠ですね。銅の妹。もう作れるだけ作っちゃって大丈夫です。分かったー。まあ、石炭はちゃんと回収できますね、このまま。銅はもうこれあと多分方法使わなくなると思う。うんうん。あ、ちょっと作りすぎた。よし行くぞ。さあ、そうですね。あ、ちょっとそのままだと、あ、やっぱりへいへい。さあ、1マス無駄にしましたね。はい、これがね、非効率というものですよ。そう。で、それも三角な直しで置いてくるんで。本当にこれも包丁をちゃんとさ、トークしとけばよかった。あの、ね、今度一緒にやるからと思ってね、あんま喋ってなかったんでね、お互いに。ここら辺にはいるよ、ぐらい言ってたけどさ。まあ、どこまで進んだっていうのは確かに交換しました ね、情報。お主が石の守りを作ってくれてる間に読み進めたんだと。魔物の親玉がいると。うん、テラレラン。さあ、でかしたぞ。話そう話そう。完成したよ。作りたいものを作れてないんじゃないの。だって、うん。さあ、ビルダーとして一回り大きくなってくれ。レベル上げろって言ってるのね、今。ですね。分かった。まあでも、もうすぐ上がると思うんで、飾りとか全部奪ってきたものを全部置いてしまえば。奪った奪ったもの。間違いない、葵ちゃん。要するに、物を作って調子を進まねえか。あれやな、これ以上街をでかくしたりするのは反対だ。だけど、作るってのは楽しいな。けどよ、ここ地味すぎるんだよな。いい感じだったらやる気起きそうな気もしなくはね。
あ、革袋と壁掛けまつめ。革袋、壁掛けまつめ。本格的な石の工房でしたっけ、お作りつけですね、うんうんうん、なんで金床一回ぶち壊しちゃって、うん、でそこに革袋と道具屋のあれを飾ってあげれば大丈夫ですね。あと壺でしたっけ、うん、革袋は1個で壺、あ、革袋ももう全部飾っちゃっていいですよ。あー、なるほど、ポイント稼ぎか。壺は多分そんなにスペースがないと思うんで、あんまなかったね。で、あと道具屋の看板だけ作るのか。あ、壁掛けまつめ。さっき2個あのパチってきたのが、パチってきたね取ってきたのがあるんで、それを置いていただければ言い方だ、面白いな。あ、ベンチも作っとこう。メルキドガーデンですね。そうで、道具屋の壁紙、まあ、壁掛けそう、あの気持ちはね、急いでるとね、噛むよねで、そこに置いちゃうと、あとあと、あの、うん、本格的な石と、炉の工房にするために邪魔になっちゃうんで、うん、あ、置けなかったっけ、これ。そうです、あの、壁に使っちゃうと、あれが置けなくなっちゃうんで、あの炉が。そうだったか。なんで一回破壊しちゃった方が、まあでも置いちゃうと、あの、今から頼まれてる炉師の頼みはできないんで、うん、まあ一回ちょっとそれ破壊してもらって、うん、で、石のその作業台の上に全部並べちゃえば大丈夫です。よかった。そうですね、明かりもそれの上にこうつけちゃう。そうそう。で、その下に壺を置いてあげて、うん、あ、スペースを有効に使うね。そうです。で、それで革袋をその道具、あの石の方向に、ここら辺ね、この上に、まあ、L1 押せば、L じゃない、R1 押せばいいんですけどね、ね、で、置いちゃダメです、それ置いとくと変わっちゃうんで、ま、先に壁掛けの方、道具屋の、うん、これをね、道具屋の壁掛けをあれ消えた、道具屋の壁掛け。いや、多分倉庫にしまっちゃってるんですで、6日目ですね。急げー、急げー。まあ、20日以内クリアは多分できるとは思うんで、うん、あとはどのぐらい猶予を持って20日以内クリアができるか。そうだよね、そうだよね。革袋と革袋の間に作っちゃいます、うん、そこで、それですね。はい、で、これで一回ロッシーに話しかけて、うん、ロッシー来た来た。話しかけてクリアした後にローを置いてあげればポイント稼ぎになります。よーし、町をでかくすんのやめた方がいいぞって言ってるね。はいはい。で、これでロッシーがどいてくれないって思ってたんだ。はいはい、みんなどいて喜んでくれてるって可愛いけどね。はい、みんな出て、みんな出てあおーい、おーい、よしよしよし、おお。ピリンがいるからですね。ピリン、ピリン、ピリン。嫌なロスタイムになってるな。ああ。よし、違うことしよう。そうですね。先になんか家具とか置いといてあげた方が、別の部屋に、うん。そうね。あ、本当だ。キーで頑張った。邪魔くせえ邪魔なんでで、あ、ちゃんと部屋として認識してるんですね。うん、してる。で、あとはお花とかなんだけど、お花と草、スコップがないんでまだダメです。そうなんだよね。なんでこの丈夫な草からもらおうかな。5つだっけ、あの、あ、丈夫な草を、そう、置けないんだ。ああ、そういうことか。そうですね、できないんで、もうスコップ手に入るまでとりあえず待ちましょう。とりあえず待ちだね。さあ、いけるかな。はい、いけない。あ、戻った。いけ、おっしゃ、作った。で、これで700ポイントと、うん、で、あと、家具を適当に
まあ、ピリンの部屋とかになんかもうさっき城から持ってきたものなんか適当に置いときゃ多分。オーケーオーケー、そうしよう。寝ないように気をつけよう。はい、じゃあもちょっと認識しちゃうよし、しまえるものはしまうぞ。まあ、ドレッサーとかあと柱とか置いてあげれば点数になりますか。あ、いいねいいね。壁食材とかね。そうですね、その辺も点数になりますね。うん、1個ベッド破壊してあげれば大丈夫ですね。だね。ベッド置いてあげる。ベッド置く前に、あ、でもベッド置いた方がいいか。よっしゃ。で、壁、松明を外して壁掛け台にしてあげて。うん。丸はダメですよ。見た見た一回。さ。丸気をつけてくださいね。気をつける。すんごい部屋だな。で、壁食材。壁食材ね。大丈夫ですね、これで。きたー！よし。さあ。部屋壊しですね。部屋壊し。えいっ。さあ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 。いやクレイジーだろうね、相当。すごい技ですよ。OK ですね、そしたら全部もう扉直しちゃって。そうだね、あとね、もう一つやっておきたいことがあって。これももう取っちゃう。それは多分、反映されるだけだと思いますよ。部屋作ったの、再建設した時に。ああ、そういうことか。なんで置いといて問題ないから。はい、全部取ったね。取りましたね、扉を。はい、全部空部屋、空部屋じゃないや、空き家にもないや、何にもない部屋になる。はい、はい。そこには置いてなかったけど、ないか。もうあと2個だね。正確にはあと3個かな。3個、あとそこに1個と、もう一つ木の扉、多分予備があると思うので。うん、持ち物。うんうん、扉が2個。あ、2個もあるね。まあ1個あれば大丈夫。うん、で、さっきクローゼットの部屋の奥に。そうだよ、成長したよ。うん、戦うよ。さあ、これでとりあえず赤い扉が出ますね。うん、6日目にして。まあでも早い方ですよ、普通のプレイに比べて。あの、普通のやっぱりあの初見に比べるやつが一番。私からしたら300日ですかね。こんな早いのないよ。はい、いくよいくよ、いくぞ。はいはい。結構ね、朝起きたらここにこんだけあるってあるよね、残骸みたいな。で、あまりあの石の守りのところの方で攻撃してるから、溶け花が壊れちゃうんで。で、誰か落ちましたな。本当だね。誰か、まあ、怪我とかも回収してたもんね。うん、誰か敵が落ちたな。うわ、嫌なところに落ちました。嫌なとこ落ちた。まあ、でも倒せたのかな。倒せてない。
倒せてないね。時間経過はするはずだから、嫌なタイミングでしょ。嘘でしょ。その音言っちゃいました。どこだ。あー、夕方になった。わー、入った。もうどこをさばいてるの。あ、出てきました。いやー、これ想像主しかわからない場所でしたよ、もう。石には取ってますけど、一応は取ってます。よかった。よし、はい、さあ最後に行く。はい、今無敵状態です。うん、よし。もうさっきの一人で結構ロスしたね。ちょっと体感的にかなりロスした感じですね。うん、セーブはなしでお送りしております。へいへいへい。じゃあ赤い扉を行っちゃいましょうか。そうだね。うん、新しい扉を置けと。そうですね、赤い扉を置いて、その扉の先にいる伝説の鍛冶屋を連れてこいと。伝説の鍛冶屋の子孫か。子孫ね。赤い扉は収納箱入っちゃったかな。収納箱ですね。うん、オッケー。まあ、ちょっと大丈夫です。あ、ここからゴーストの女優ご飯できますね。はぁ、めんどくさくなるね。なりますね。で、これで二股の祠になるんですね。点数がついたね。すごいね、サイリン。また新しい場所に行けるようになったんだ。料理に凝ってるの。うずうずしてるんだ。キメラとバッタと青い油と土。そんなん食べたら死ぬっていうのひどいと思わない。作ってって。まあ、最初の方に話した天真爛漫の怖いところですな。そう。なんか作ってって言ってたね。まあ、レンガの料理台を作ってくれっていう話なんで、これは扉くくった後ですね。オーケー、おいちゃん。はい、死んだよね。まあ、とりあえず今死んだ時の計算を1日と今計算して、6日目の夜ですね、今とりあえず。だね、6日目の夜ですね。はい、はい、まあ、順調かって言ったら1日のロスト、あとメルキドガーデン用に作っておいたあの地下の方に、はい、倒さなきゃいけない竜王軍のモンスターが入り込んでしまったっていう、ああいうトラブルがあるんで、本当は伝えといた方がいいんだね。そうですね。ねえ、そう、だから20日挑戦する人は確かに地下まで掘るのはいいけど、塞いでおく方がより良いかもしれません。ね、うん。さあ、さあ、それでは今日はこれで終わりにするよ。はい、GM チャンネルでは、今までスタッフさんの動画だったり、ソロ動画だったりを、いろいろ流してます。よかったら今までのを見てください。これからもチェックしてくださいね。はい、それでは皆さん、バイバーイ。 GM コイン